回もね、僕ね、あれなんですよ、特にオチのない話でちょっとすいませんが、まあ、そろそろ始めたいなというところでですね、うん、はい、まあ、大久保くんの趣味は筋トレですと。これはもう周知の事実。もう皆さんもう死ぬほど見ましたね、この写真、はい、僕のトレーニング部屋筋肉をでかくするためにはね、うん、太ることと痩せることを交互に繰り返すってのがあるんですよ、はい、おー、なるほど。うん、まあ、別にそんなの考えないで、うん、好きに食べて筋トレして、はい、っていう人ももちろんいるんだけど、うんうん、筋肉をでかくするためにっていうメカニズムで言うと、うん、太るための増量期と、うん、痩せるための減量期ってのを繰り返すことで、はい、筋肉を少しずつ増やしていくっていうのがいるんですよ、うん、じゃあ今俺増量期なんだ、まあ、年中増量期、まあ、あなたは年中増量期。あ、そうそうそう、ね、でも太ってる人って、うん、もちろん筋肉量も多くなっていくから、うん、別にそれはそれで悪くないですよ。このあと痩せればさ、うん、もう筋肉の、うん、鋼の筋肉が露出して、うん、そうそうそう、痩せればね、シュワルツェネッガーみたいな感じになる。あ、いや、何よ、ね、マジで、あ、脂肪をまとってるだけ だから僕ね、しばらく増量期だったんですよね、はい、最近、うんうん、なんだかんだでそろそろダイエットするわとか言いつつも、うん、やらずに、まあそうね、増量期が、うん、続いていて、いろいろ食べてたりするしね。で、私ですね、一番良かったっていうか、一番僕の中でベストだった体が、はい、身長183センチで、うん、体重が75キロ、うん、体脂肪率が 14%、うんうん、これが、まあ、それなりにいい感じの、うん、まあ、筋肉も見えてて、うん、腹筋も割れてて、はい、いい感じの体だったんですけど。あ、理想だね。まあ、いいとこ行ってるね。で、今がですね、うん、まあ、次スライド行くんですけど、はい、まあ、こうっすね。88キロまで増量しました。おお。はい、なので、はい、13キロ増量かな、うん、75キロから見ると。そう。うん。だからね、もうぶっちゃけ僕今ただのデブなんですよ。はい。ぶっちゃけね。うん。顔が丸くなってきたのが証拠で。うん。うん。なのでね、ちょっとね、この183センチトレーニング減量編。13キロって言えばいいのかな、そう、13キロ落とす。あ、まあ、現実的に言うと、まずダイエット始めたら、うん、2日3日でまず3キロは落ちるんで、2日3日、これむくみの量とかむくみとかもあるからね。あ、だから85キロからスタートで、うん、75キロまで下げるとしたら10キロじゃん。10キロ、はい。まあ、1ヶ月で3キロのダイエットって余裕だから、うん、余裕、だから3ヶ月減量すれば、はい、まあ、75キロぐらいまで持っていけるか。そうだね、って感じ。でも3ヶ月ずっとこれだからね、うん、基礎ができてるから痩せやすいのかな。いや別に、でもね、これね、基本的な考え方があるのよ、ダイエットって、うんうん、まあ別にその食べる量、自分が食べれる基礎代謝の量の、うん、まあ 110% ぐらいの食べ物を食べつつ、うん、筋トレしっかりやって、うん、まあ、有酸素も30分ぐらいやって、ね、うん、まあ、基本的にそういう食事制限しつつも、まあ、週 1,2 回は好きなもの食べてもいいのかな。お、はいはい、それで1ヶ月3キロぐらいは痩せられるから、1日 100g ってことだよね。そう、1日 100g ずつ落とせば、うん、1ヶ月で3キロ落ちるから、うん、お、その通りだ。そう考えたらいけそうな気しません？いけるわ。で、別に食べ物もそんなね、うん、節制って言ってるけど、カロリーを節制するだけで、うん、別にまずいもの食ってるわけじゃないから、これも余裕なんですよ。そうね、この下のね、うん、メニューいつも行ってるでしょ。あ、ちなみに、沼わかんない人のために言うと、うん、簡単に言うとね、おじやっすね。カレーおじやみたいな。うん。うん。まあ、いろんな味付けで食べるんだけど、沼みたいな見た目してるじゃん。だからこう、トレーニング業界では沼って呼ばれてるんだけど、はい。うん、あと、ま、ペンネをこう、似たようなやつとか。美味しそうね。うん、これ、行数とかで売ってるような海鮮。あ、そうそうそう、安い冷凍のやつでいいんだけど、うん、あとトマト缶で煮込んだりとか、あとカレーとかも食べれるし、うん、ラーメンも食べれるから、別にね、カロリーを削って、食事がしんどいみたいなことないんですよ、今。マグマもやるって今コメントあったけど。マグマはね、一周回ってやらなくなっちゃったな。昔やってたよね。うん、マグマってのは、沼の、うん、トマト缶バージョンみたいなやつ。トマト味バージョンとかイタリアンっぽい感じ、うん、であとセメントっていうね。あ、セメント言ってたね。白だしベースのやつがあるんで、うん、僕はね、セメントが一番好き。うーん、鶏ハムとパスタ美味しそうだな。これいいね。鶏ハムは僕低温調理器持ってるんで、うん、ボニークっていうやつ持ってるんで、うん、まあ、ボニークでも毎回鶏ハム作ってですよ。あと一番大事なのね、これね、水っすね。水たくさん飲んでください。水水ね。そう、
水飲んだだけで太るって言うけど、うん、水を飲むと、うんうん、結局その栄養って、うん、血管とか通って全身に巡るんだけど、うん、水とかが枯渇してると、うん、そのなんて言うんだろうな、道が舗装されてない状態なのよ。はいはい。で、栄養を届けるものがトラックだとして、トラックの荷台に栄養がたくさん積まれてるじゃないですか、うん、はい、で血管が道だとしたら、舗装されてない道ってなかなか進みが悪くて、悪いね、こう栄養がこう行き届きづらいのよ。でそれが水とかを飲んで舗装してあげることによって、うん、栄養がダイレクトに届くようになるから、うん、こう栄養の循環率が上がったりとかして、あと老廃物の排出率とかも上がるから、うんうん、水飲むだけで痩せるんですよね。うん、今お茶でもいいのっていうコメントあった。お茶でもいいっすよ、水分を取れってことか。そうでカロリーゼロ、うん、だから水って別に、あ、そう、ね、で水中毒とかもね、別にね10リットルとか飲まなければ、まあね、ならないから言って1日2リッターぐらい、2リットル、僕は4リッターかな。あー、すげえな。そうそう、そんな感じでやろうかなって思ってます。とまあダイエットしますよっていうだけの話なんでね、うん、これ以上別に膨らまないんですけど、でもすごいな、10キロか。10キロ、中岡さんも10キロやりましょうよ。簡単っすよマジで、うん、あ、俺も運動しないからさ。運動しなくても、あ、でも食事が好きなんだもんね。そう、食事好きで運動しないんだでもまあ別に痩せたい人がやればいいだけの話だから、本当にこれ、うん、皮肉でもなんでもないですよ。1日1食でもこういう、そう、置き換えね、置き換えするだけでもだいぶ違うってことでしょ。そうね、僕も始めようっと。ああ、ケイさんはやろうと思う。さっき大久保さん買うっつってたさ、うん、自重トレーニング。はいはいはい。あ、でもあれは自重だから有酸素にはならないのか。あ、有酸素とは違うかな。有酸素やるんだったらいわゆるバイクか。まあそう、バイクとか自転車ね、バイクとか、うん、あとあれですよ、なんか踏み台昇降とかでもいいですよ。なんかちょっと小高いところに上がって下がって上がって下がってとか、はいはいはい、あと別に外、あ、でも今あれか、寒いから外歩きたくないのか。 今外きついんだよね。そっかそっか、うん、まあそういうのとかね。踏み台昇降な、うん、踏み台昇降いいですよ。まあサバゲーで運動してるじゃんって言ってる人いるけど、あ、それ僕も思うんだよ。これはね、うん、冬場、はい、やってないんだよサバゲー。あー、なるほどね。冬場はね運動してないの俺。あれじゃ、なんかサバゲーで、うん、家で、うん、毎日トレーニングやればいいじゃないですか。でもその場で動かないでマガジンのリロード練習とかしかないよ俺。お、なんかそれを片膝ついて、うん、リロードして立って構える、うん、片膝ついてリロードして立って構える、これを1000回1日やんのよ。マジでこれはすごいよ。辛いね。これめちゃくちゃ鍛えられると思うけどね。銃も1丁4キロぐらい。そう、重いでしょ。だからこう、うん、銃を下に向けて水平に変える。だから、うん、腕と足に入ると思うんだよな、うん、あ、来るわそれ。来ると思うよ。俺も楽しいしね、それなら。楽しいでしょ。痛めそう痛めそうだ、右500回左500回よ。いや、毎日そう、ダメだな。感謝の政権好きみたいなさ、はいはい、毎日どうする、それやりすぎてさ、うん、すみません、ガノンで横スマが出ません、痛くてみたいなあー、でもね、結構筋トレがっつりやった後、うん、普通に体動かなくなるから、うん、ゲームプレイに影響は出るかもしれない。それはねマジでそう。そこはちょっと気をつけなきゃだな、うん、それは本当に、程よくだね、本当にそう。まあ、有酸素なら関係ないと思うけど。そうだね、筋トレやるとね。筋トレは本当、うん、だって僕は足トレの後に胸トレやるんですけど、うん、足トレの翌日胸トレなんだけど、うん、胸トレってベンチプレスをやるんだけど、うん、ベンチプレスって足で踏ん張るから、うん、もうマジでね全然重量上がんなくないから。あ、まあ、スクワットとかで、うん、ガチでやった後は。いや、まあね、これだけの話ですね。はあ、ダイエットします。ちょっと太りすぎたんでね、今ただのちょっと太っちょなんで本当にその隣にただの本当のガチのデブがいるからまあやる気出せばいつでも痩せれますから。そう。